開催された復興祭りが起源です。今年は 7.13 水害と中越地震から20年となる節目の年でもあります。この長岡祭り平和祭を通じて、これまでの多くの支援への感謝と恒久平和慰霊の思いを未来につなげてまいりましょう。それではこれより長岡祭り平和祭を開会いたします。それではバルーンのリリースをお願いいたします。バルーンが今空を舞っていきます。世界の平和を願う鳩のバルーン、この大手通り十字路平和祭の会場から大きな空へ羽ばたいていきました。いやー、7.13 水害、中越地震から20年、復旧復興を遂げて現在に至る長い道のり、さらに恒久平和への思いが、ずっと鳩を見ていたくなってしまいますね。ありがとうございます。この鳩、文字通り自然に帰っていく環境に配慮されたものということだそうです。オープニングセレモニー、皆様ありがとうございました。盛大な拍手をどうぞ。そしてファンファーレは長岡消防音楽隊の皆様でございました。さあ、これよりハーレーマイブレ走行でございます。